江戸幕府から与えられた竹島都会許可証を米子商人として、村川一兵衛と大谷仁吉の名が記されている。村川一兵衛は、日本の江戸時代の商人、近世初期の米子の特権商人、大谷仁吉と共に竹島都会で有名。江戸時代初めの源那3年、池田光政の入国に再始順しに来た、幕臣、安倍白五郎の世話で、源那四年、 大谷人吉と共に、移領島の都会許可を得た。村川家は、鳥取県米子市立町一丁目の鴨川に面して、広大な屋敷を構えた。代々、一米を襲名したので、一米は、屋敷と、世間で呼んだ。村川氏は、尾張国の武士、山田次郎西門の精細の古生院を外し、有力な武家であったが、ゆえあって、中国を変歴し、米子に来住して、 母方の姓を名乗り、一米正澄は三代目に当たるという。村川家も、大谷や同様、数隻の海船を所有し、上方に、鉄、米などを運んだ。村川家は、武家の流れであったためであろうか。与那子町人の中で、自家、食座各の左右翼の席を与えられていた。維新後も、与那子市田町の総指名役を命じられたが、 鹿島家同様近代に入って商売が不況となり、大正中期一家は東京に移り、広い屋敷は米子町に寄付した。鳥取県大百科辞典939ページ。ABC、米子商業史1990年48ページ。曽祖不正は徳川家康に使い詰めを得て、大阪で自殺 ABC、米子商業史1990年49ページ。 鳥取県郷土人物文献データベース、ありがとうございます。